おはようございます。おはようございます。あのコメントでねいただいたんですけど、キャッチが低い時悪い時のメンタルを保つ方法ありますかみたいなね。ありますとも。あ、なんか自信たっぷりなのがありそうですね。ありますとも。だって、でしかもさ、偏見で申し訳ないんですけど、うん、山口さんもキャッチが低い気がしますって言ってた。低くないから。あ、そうなの。いや、もうキャッチなんて20トリプルしか入りませんよ。で、そう、キャッチが低い時ね、だからそれこそまあレーティング8ぐらいだったら70前後あるわけじゃないですか、01のスタッツが。だから70ぐらい毎回打たなきゃいけないのに、まあワンブル入れてたら毎回70前後の数字になるでしょ、なんとなく。だからワンブルきちんと入れてたのに、連続してブル1、2とかブル3、3とか、ちょっとなえる。うん、どうしたらいいっていうことだと思うんですけど、ただこれは俺がそう思ってメンタル的に解決した話だから、その質問者様に言ってるんじゃなくてね、うん、俺がそう思ってるだけ、はいはい、だから攻撃的な言い方になってしまいますけど、キャッチが存在させてる自分が悪いんですよ。ブル、ワンブルでいいんだけど、うん、ワンブルの残り2頭がどこに入るかなんて分かんないわけじゃん、外れたら。まあ、ね、狙ってないわけだから。そう、それが10以上ないし、1点と20点とかで71点とかってなってほしいっていうか、確率的にそうなるだろうっていう希望的観測なわけでしょ。そんなの分からないことなわけだから、そもそもキャッチで一喜一憂するのが無駄なの。もう50点以外は0点だと思うべき。あー、なるほど。もうブルを外したんだから、キャッチがどうのと、だからブル20、20だったら90点ですよ。でもそれラッキーでいいんだけど、ブル1、1でも1回をクソじゃなくて2本外した自分が悪いんですよ。だからスタッツはもう50、100、150しかないぐらいの気持ち。だからもうワンブル入れて、まあ、70ぐらいのスタッツが今あるんだとしたら、そりゃ低いキャッチが続く時だってありますわ。それになぜそこ入ったんだって苛立つんじゃなくて、まあ今はブル1本しか入らない俺が悪いと、はいはい、もうこれから上手くなるんごっていうメンタルでいきましょうよっていうこと、まあ俺はそう考えてから、まあそんな気にしなくなったっていうか、昔はね割とマジではぁぐらいの感じだったんだけど、うーわー感じだったよ、確かに。だけど、まあ、よくよく考えれば、その2本どこに刺さるか分かんないものに点数を頼ってる自分が悪いですから。それまあそうだね。だからキャッチ側低い時のメンタルの保ち方というか、もうキャッチが低い時を、てかキャッチなんてあっちゃダメだよっていうね。でも自分が悪いですから、ダーツなんてキャッチが悪いんじゃないと。そう、キャッチが悪いんじゃなくて自分が悪いんだから、しょうがないんですよ。だから気にしちゃダメ。だからブル以外に入った2頭に頼るなと、鼻から。 そう、それは0点だと思ってやってれば、そいつらが1点だろうが2点だろうが気になる。もう関係ないですよ、もう俺は気にしてないです、全く。ワンブル必ずできる人だとしてね、必ずワンブルできる人でスタッツが70前後あったとします。うん、そしたら自分のスタッツは52と考えるべき。なるほど。もう一番低い状態で考えた方がいい。じゃあそしたら気持ちも楽になると思うし、で70入れたいんだったら、スタッツを70にしたいんだったら、ブルロートン、ブルロートン繰り返して75を出すしかないんですよ。キャッチっていうのはおまけなの。だから、気にしちゃいけないわけ。で、そのおまけに頼っちゃダメですよっていう。なるほど。っていうメンタルの持ち方で、ちょっとは、まあ楽になるというか気にしなくなるんじゃないかなとは思いますね。ワンブルできる人だったら、52が自分のさ、ね、スタッツだと考えるべきって言いましたけど、52点が仮に続いたとしてね、自分のスタッツが70だとして、ワンブル必ずできる人だとして、52点が続いちゃいましたとか、50何点が続いちゃいました、うん、うざいですっていう状態だとするじゃん。ワンブルはできてるわけだから、自分のやらなきゃいけないスタッツの及第点には達してるわけですよ。だから、あなたの出さなきゃいけないスタッツは70じゃなくて、ワンブルなの。だからワンブルしてるんだから苛立つ必要ないの。もうその他の外れた2本はもう気にしなくていいし、わからないものだから、この2本は。だからそれで一喜一憂したらなんかもったいなくないですか。もうワンブルできてるんだから、ワンブルできた、できた、オッケーオッケーでいいじゃないですか、うんうん、最低ラインはそこだと。そう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 って考えたらいいと思いますね。解決。
解決、ゾロリ。うおー、あー、真面目に不真面目。何それ。解決ゾロリの言葉だろ。あ、そうなの。真面目に不真面目。さんまさんみたいなこと言うじゃん。え、どういうこと。俺らの仕事は真面目にふざけることなんや、みたいな。ああ、じゃあゾロリはお笑い芸人だったのか。いや、わからないです。いや、あいつなんだっけ、怪盗なの。なんだっけ、なんだっけ、ずっこけ3人組の一人じゃない。違うよ、違うよ。きつね、年バレちゃうよ。別に非公開にはしてねえよ。バレちゃう。4歳設定なのに。4歳はやばい。